日本の国土面積のおよそ 70% を占める森林。それは命の源であり、地球を維持する自然の宝庫でもあります。町の9割が森林という北海道下川町。その9割の恵みを余すところなく生かした取り組みが行われています。コンセプトは循環型森林経営。森林をフル活用しながら森を絶やすことなく産業を拡大させる取り組みは、環境と経済を両立させる新しい街づくりとして今注目を集めています。地域資源を生かしながら環境都市を目指す下川町の取り組みを紹介します。北海道旭川市から北へおよそ100キロ、下川町は東京23区とほぼ同じ面積を持ち、9割が森林という森の町です。人口はおよそ3700人。夏は30度を超え、冬はマイナス30度を下回る年間の気温の差が激しい地域です。下川町はアイスキャンドル発祥の地。雪原を幻想的な世界へと変えるこのイベントは、冬の北海道を代表する風物詩として知られています。町の歴史は明治34年岐阜からの入植者の開拓によって始まりました。以来、下川町は豊富な森林資源を生かした林業を中心とした町づくりを行ってきました。明治に入ると全国屈指の銅の生産量を誇る鉱山の町として発展し、最盛期には人口1万5千人を要する町へと変貌します。ところが昭和58年に鉱山が急山、町の人口は最盛期のおよそ3分の1にまで減少し、過疎地域に指定されています。過疎になるべくしてなったということは、銅鉱山が急山、廃止になってしまった。町がしっかりとした産業を持たなくちゃならない。そのためにやっぱり林業だと。しかし日本の林業は昭和30年代に始まった木材の輸入自由化以降、危機的な状況にあります。安価な輸入材によって木材価格は低下、さらに山間部は過疎化高齢化が進み、担い手不足が深刻化しているのです。こうした状況にありながら、下川町は独自の経営手法によって林業を維持発展させてきました。それは循環型森林経営という管理手法です。循環型森林経営とは、毎年50ヘクタールの森林を伐採植林し、60年かけて育林するサイクルを繰り返すシステムです。毎年50ヘクタールを植えていって、そして60年間かけて育てる。で、50ヘクタールかける60年で3000ヘクタールの人工林を作っていこうというのを一つの目標としています。毎年50ヘクタール植えていくということは、1年生から60年生までの山が出来上がるんですね。で、毎年木を植えてるから、毎年今言って下刈りですとか除寒場と枝打ちのような作業が入ってきます。で、こうすることで、その50ヘクタール植えるということで、毎年一定量の仕事が全部発生してくることになりますから。で、それを町有林は森林組合に仕事を全部委託しているんですけども、受託する側の森林組合は、その毎年一定量の仕事が発生するということで、その雇用の計画が立てやすくなりますよね。安定して仕事ができるわけですから、冬も通じてその通年雇用の仕事ができるということで、雇用ができるということは、つまり、人が少し住むわけですから、下川に住むわけですから、そこからその地域経済的な波及効果が広がっていくというふうに考えています。循環型森林経営によって、永続的な生産体制と安定供給が確保でき、産業と雇用の創出を図ることができるのです。下川町森林組合では、種伐した木材を製材するほかに、さまざまな加工事業も展開しています。北町工場では、森林整備で発生する間伐材を利用して木炭加工、土木資材の生産、小学校を炭化した融雪剤、
土壌改良材などを製造し、森の恵みを余すところなく活用する廃棄物ゼロのシステムを構築しています。また NPO 森の生活はトドマツから精油を抽出したオイルを、下川ふるさと工業協同組合では化粧品や笹茶などを製品化しています。その他下川製箸では割り箸の生産などを行い、町を挙げて森林資源をフル活用しているのです。我々だけでどうのこうできる問題ではないですから、その時その時に我々がやはりいかにどうしていくか、これは自分たちに課せられた責任ですよね。やはりそういう環境の中で自分たちがやっぱり生き残るということは、ただの差別化だと思うんですよ。そういったことにどうやって取り組んでいくか、これはやっぱり地域ぐるみで行っていかなきゃならんだろうというふうに思ってますよね。森林組合では平成元年以降、90人以上の I ターン・ U ターン就職者を受け入れてきました。昨年、大手通信事業者から脱サラして森林組合に転職した工藤さん。町の広がりのある林業に惹かれたといいます。森林に関連したことをどん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 町としても取り組んでってますし、町のそういうところに関係する人もすごくこう前向きな方が多いというか、自分としてもこう掴むものがあったんですよね。山の空気を見て木を見てものすごい充実してますね。こうした林業経営によって町は環境、社会、経済のバランスに配慮した森づくりを証明する世界基準 FSC 森林認証を取得しました。これにより町で生産される加工材や資材は付加価値のある商品として流通しています。森林資源の活用は環境への施策としても展開しています。町は再生可能エネルギーとして近年注目を集める木質バイオマスボイラーを導入。役場や幼児センターなど町内6つの公共施設で稼働しています。燃料となる木材は集成材や森林整備で発生した廃材などを利用し、町営の木質原料製造施設で生産しています。ボイラーを整備することによって、この施設もそうなんですけれども、地球温暖化対策への、貢献をしていくということと、地域の中でこういった施設を作ることによって、地域の中で新しい産業を作って、雇用の場を創出していくと。森林資源を生かした地球温暖化対策や FSC 森林認証の取得が評価され、下川町は平成20年日本政府が選定する環境モデル都市に認定されました。森林というものを生かす中でね、必ず環境に貢献できる部分があるはずだということですよね。ただ木を育てることは必ず CO2 の削減に結びついていく。もう一つは山から出るその資源を有効活用することによって環境にいい施策が講じられるということ。これを受けて町は環境モデル都市としてのさまざまな取り組みを行っています。その一つが環境共生型住宅の整備です。エコハウス三桑はそのモデルハウスとして建設しました。下川の木材商品をふんだんに使用して、高気密高断熱省エネの環境負荷の低い住宅を実現しています。これ断熱材なんですけども、断熱材も木にこだわっておりまして、これが実物の木をですね、繊維状にしたものが断熱材となっています。でこちら下川町の森林組合で作っていますカラマツの木炭なんですけども、こういったものを床下に敷くことによって調湿ですとか空気の浄化、こういったものに役に立つということで、地元のものをたくさん使っています。町はこうした環境共生型住宅の整備を公共施設や一般住宅へも広げています。またカーボンオフセットの取り組みも行っています。カーボンオフセットとは
ある場所で排出された二酸化炭素を植林やクリーンエネルギー事業などによって別の場所で直接的間接的に吸収しようという活動のことです。下川町は道内の4町と連携しカーボンオフセットによって得た資金を森林整備に充てています。ヨーロッパなどはその何て言うんですか、それをまあ売ったり買ったりしてこう取引をして収益を上げたりなんかしますよね。 CO2 1トンが例えば要は売れればいいから3000とか5000とかっていうけど、私どもの出してるのはそういうものじゃなくて森林整備に協力をしてもらうというね、そういう基本的な理念を持ってもらうということで進めて。環境への取り組みはそれだけではありません。町は NPO 森の生活と共同して幼児から高校生に向けて森林の大切さや自然科学を学ぶ環境教育を実施しています。まあ、工場の見学にも行ったりだとか、あと森の手入れの話とか間伐を実際に自分たちでやってみたりとか、でもそういうことを小学校高学年から中学校にかけてやっていってますね。地域の身近な資源である森林に対する理解っていうのが一つ、多角的な理解ですねっていうのが一つと、それを通した、まあ、人間的な成長というか、まあ、そういう部分ですね。こうした環境への取り組みは市民へと広がり始めています。この日行われたバイオマスライブという音楽イベントは、会場の電源の一部を使用済みの天ぷら油で賄い、音楽を楽しみながら環境モデル都市としての住民意識を高めていこうと開催されました。まあ、環境モデル都市ということで、まあ、町民が何が一番簡単に身近に感じられるかなというのがこのバイオマスライブだったのかなという。町の森林資源をフル活用して環境への先駆的な取り組みを行いながら地域活性化に貢献していることが評価され、下川町は平成22年度過疎地域自立活性化優良事例表彰を受賞しました。地域経済が専門で下川町の環境政策をアドバイスしてきた島根大学名誉教授の保坊武彦さんは、町の取り組みを次のように評価します。下川町で非常に関心している問題は、地域資源を活用するという点ではね、全国的に、たくさんの例がありますけどね、地域資源を使いながら有効に使いながらその、地球温暖化対策をに貢献していくというね、そういうね大きな目標を持っているところがまたね非常に重要な点なんですよね。自分の地域だけね、地域資源を活用して豊かになればいいというんじゃなしに、その自分の地域 の将来像と地球的な問題の解決、これを、ね、一致させているところが、ね、非常に参考になる点ですね。さまざまな施策を行ってきた下川町、これで環境モデル都市の基盤は出来上がったのでしょうか。まだまだやることはたくさんあると思いますよ。その林業にもいろんなやり方がまだまだあると思うんですね。農業にもいろんなやり方がある。それをしっかりとみんなで考えながら前に進んでいかんなんていう、そういう意欲を持っていなくなる。ここで満足をしちゃったらもうダメだと思うんです。町づくりは絶対満足しちゃったらそれで終わりだと思うんですね。満足しちゃった途端にあっという間に追い抜かれたり押し込んだりしますから、絶えずもう前を向いて頑張っていかなくなると思ってますよね。下川町にこの町を象徴する一本の大木があります。下川小学校の校庭に立つ樹齢830年の春ニレの木。災害に見舞われ痛みもしましたが、町はこの木を大切に守り続けてきました。100年先を見つめて下川町はこれからも森と共に生きていきます。